君はバナナそれともパイナポー友達にしたいフルーツ大座談会。何笑ってんだ。君はバナナそれともパイナポー。何笑ってんだ。昭和すぎる。昭和アイドル、アイドルソング。あえてじゃないですか。ベイパーウェイブじゃないですか。これがバナナとパイナポーのベイパー。シティポップじゃないですか。それがそうかな。ね、友達キウイフルーツ。そう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 。もうそういうテイストも入れつつなんですけども。はい、何皆さんね、フルーツ。知ってると思います、はい、たくさんありますよね、フルーツの種類、うん、あります。その中で、はい、友達にしたいフルーツって何なのかな。何してんすか。急にフルーツを擬人化した時にですね。あ、そういう、あ、なるほど。なんかこいつと友達だったら結構面白いんじゃないかなっていうのをなんか聞いてみたいなと思ったんで。なんで。何これ、いつ、なんで、いつ思ったそれ。本日予算ゼロとなってるんですけども、はい、これ話すだけの企画ということで、ね、たまにはいいですね、うん、これをちょっと聞いてみたい、はい、あ、なるほど。みんなが心の底でどういうフルーツ友達になろうとしてんのか。でも加藤さんあれですよ、うん、果物。いや確かに生の、ね、生のはダメ。いやだからすごい貴重ですよ、サンプルとして、貴重な、そういう見られ方してんだよ今。貴重なご意見だと。だから僕の方が表層しか知らないかもしれない、その、あ、ああ、食べ、ね、た後とか、はいはい、味とかわかんないから、そこまでじゃない。活用法もそんなわかんない。それだから私気になる、気になる、うん、加藤くん最初だったあれなんで、まあ、うん、ちょっと別の人から、まあ確かにね、ちょっと考えて、はいはいはい、わかりました、わかりました、はい、まあ言っちゃったんですけど、そのバナナね。バナナ、バナナってなんか友達になってるとこ想像しやすくない。まあ、まあまあ身近なフルーツだ、うん、まあ、みたいな。バナナが友達、バナナ、僕南国のイメージがあるから、なんか、俺もそう、バナナあんま友達じゃないから。いや、バナナってでもクラスにいたら、うん、絶対人気は上位だと思う、ね、まあ、おもろいやつ、ね、そんなやつと友達になれる、ね、だからそういう価値観も入ってくるでしょ。これここはもう個人の領域なんで、なるほど、こっからどう考えるかみたいな。人気者ではあります、人気者ではあるでしょ、なんかそういうイメージがフルーツごとにあると思うんで、はいはいはい、それをちょっと一人一人聞かせてくださいね。あ、始まった。じゃあまずは、うん、アルファ君からいこうかな。あ、僕いいんですか、うん、はい、これ大丈夫、全部バレるからね。もう自信持って言えます、僕。あ、すごい、はい、は僕が友達になりたいフルーツは、羊羹。羊羹、あ、羊羹です。最初はみかんと友達になりたかったんです。あ、はい、そう、なんで羊羹にしたの。その自分が、あの、例えばみかん学校に行ってたとして、はいはいはい、みかん学校、自分のみかんってこと。何それ、軍みたいな。自分がね、こうみかんの学校に通ってたとして、うん、あれ、あいつでかくねみたいな、うん、とこから、うん、お、なんかちょっと大きいねみたいな、やめろよ。体格から入るんだよ、ちょっと目立つやついるなみたいな。喋りかけたらちょっと寡黙なイメージがあるんですよ。あ、おとなしいんだ、羊羹。そう、羊羹って僕の中で、はいはいはい、皮が厚いし、あ、なるほど、ね、内なるものに何かを秘めてる気がする。おとなしいけど、そう、なんか実はめっちゃおもろいみたいな。あの、ラジオとか聞いてたりとか、羊羹ずるす深夜ラジオとか、あの、大切る人とか見て、お金とかあったりして、ちょっとそういう笑いのセンスがね、ありそうな、こっちより、こっちよりのね、体でかいけど、え、でもでかさで言ったらバンペイユがあります、ね、バンペイユ、バンペイユはでかいぐらいで。あいつら柔道部です、ブンタン、ブンタン、ね、猛筋なんで話にならないんですけど、羊羹は割と話しやすい、ね、中身は意外と切り手で向ける。それでもみかん学校だったらそうだけどさ、フルーツ学園だったらそうはいかない。はいはいはい、まあ、全体でしょ、全体だから。とかみかんの中で友達になるならじゃないじゃん。まあそうなんですけど、うん、フルーツ学校の中でも、うん、ちょうどよくフレッシュで、ちょうどよく地味で、いや、フレッシュなのかな。フルーツ学園だったらごめんだけど、はい、スクールカーストの底に、はい、よかいいじゃん、別にいっぱいあるのよ、フルーツは。そういうやつが大人になっておもろくなるんでしょ。上にバナナ、イチゴとか、そう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 、みかんももちろんいるわな、はいはいはい、だこいつは卓球部なんです、ごめんなさい、イオカンって卓球部仲間ってこと。そういうことです。部活一緒なんだ。部活も一緒なんです。イオカン、確かにイオカン卓球部かも。文化系と体育会系のちょっと両方いけるやつみたいな感じある。イオカンとは俺 M1 の話できると思ったけど、ね、オレンジだったら俺できないよ。できない。そうそうそう、わかるわかる。
ーブルオレンジ。メーブルオレンジはちょっともうそういうの合わなそうだって思っちゃうんだよな。そうなんですよ。僕はね、だからイオカン。いや、いいんじゃない、いいやつかな。なんかイオカン良さそう。そういうのがいいと、友人には。そう。じゃあちょっと続いて、永田さんの友達になりたいフルーツ。もうこれでしょ。はいはいはい、こちらです。はい、ぶどう。わかる。あ、わかる、わかる。ぶどう、これもうぶどうでしょ。これはもうぶどうかもしれない。そんなに、そんなにある。正直ぶどうは趣味いいよ。そうですよね、めちゃめちゃ趣味。ぶどうってちょっと品高いイメージがさ、ワインとかになったりさ、でそっちもいけるのよ、そっちもいけるし、クラスのトップではまあないのよ、ただなんかまあいい位置にいると思う人だし、はいはいはい、ちょっとブドウだと曖昧かも、そのいろいろ品種が。確かに確かに、ね、マスカットじゃないわけじゃないですか。マスカットだよ、シャインマスカットじゃないよね。なるほどね。え、ちゃんと決めピオーネ。そのね、そこまで。いやいやいや、でも大事な気がする。今日そこまではちょっと、ね、本当やめよう。巨峰ぐらい、品種まではやめよう。まあ、全もうブドウも全体、もう全体本当に味わいもさ、やっぱこういいじゃん。甘いけど、甘すぎずこうフレッシュな感じとか、ちょっと友達にやっぱしたいのよ。本当、性格もちょっとね、いいと思う。いいと思う。へぇ、とにかくやっぱブドウは目端が効くっていうか。多分知り合い、俺より先にファミ通読んでたりとか、伊集院光のラジオ聞いてたりする。そうそう、先に行くやつ。いいわ、ね、これはわこいつすごいみたいな感じにはなる。でもやっぱ性格もいいし、でも良すぎない。そうだね、性格じゃない、良すぎない、ちょっと良すぎるとなんかこうさ、こっちが悪いになっちゃうけど、皮のえぐみというか、あれがある。あるあるある、あれ種あるじゃん。パターンの時もあるから、種あるやつ多いからね。そう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 、僕はもうブドウということで。いや、いいじゃん、ありがとうございますね。ブドウあるよね。だからこの話してると、やっぱブドウと梨はめちゃめちゃ出てくると思うんですよね。好きなフルーツだからっていうのもあるんでしょうね。疲れてますよね、あれだよね。フルーツとしてはうまさもやっぱちょっと入ってしまうっていうのはあるんですけど、でも梨ちょっと俺違うかなって。えマジで友達よ。いや、俺いいでしょ、いいんじゃない。なんだろう、梨はやっぱさっぱりした。いや、スポーツマンよ、梨って。あー、まあわかる。俺たちが友達になれないよ、スポーツマンとは。いや、でもスポーツマンの中でもなんかすごいやだみないっていうか、やだみないよね。そうそうそう、そのやだみのなさが嫌なのよ。やだみあんなー、こいつ。そのやだな、そういうスポーツ関係の大会系以外の人とも分け隔てなく接するよっていう。梨はそうです。いいやつ。その態度が一番俺たちを傷つける。なんでな。別に梨に悪意はないよ。そうそう、めっちゃいいやつだから。だから他の梨の取り巻きのやつの方がなんか俺たちって一軍だよな、みたいな感じで出して、洋梨とかはさ、出してくるんだよ。そんなあれ出すの、洋梨。ヒッ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 、なんで乗っけてんの。梨はもう全然着やすいよ。梨はめっちゃいいよ。長友着なよ。あー、そう、あー、すごい、入りなよって言ってくるけど、その優しさがなんでだよ、一番傷つくんです。なんでだよ。俺なんか悪いことやっちゃった。ほらほら、なし、ほら、なんでだよ、いいじゃん。なんか俺、長田に嫌われてんな。わあ、なんか、そういうとこなんだよ。なんでだよ。直すからさ、言ってよ。いいじゃん。いや、梨はやっぱ学級いいよね。そう、学級いい。そんなに行くの？めちゃくちゃ面倒見いい。え、そんなに行くの？梨はさっぱりしてますよ。先生に一番信頼されてるね。そう。ああ、まあそれは安定感だね。梨に任せときゃ大丈夫ですよ、うちのクラスは、みたいな。ちょっと友達になれない。ほんと結構高み、人間的さ、高みにいちゃってる感じで、こっちが遠慮しちゃうぐらいいいやつ。釣り合わない。そんなもの。じゃあ次、これちょっと恐れ山気になるな。はい、私。恐れ山のチョイスはやっぱ気になる。ちょっと私が友達になりたいのは、うわー、やば、恥ずかしい。やば、戦慄した。え、もう、大丈夫、気持ち消しませんでしたよ。気持ちいい、気持ちいい。え、これ
反社で。そうそう。この人反社。そういう。違法でやだ。大丈夫。僕だけがザクロと友達。怖やば。道にコロコロバラバラに落ちてるやつらじゃん。え、どういう感じだと思ってんの、ザクロ。いや、もう、ザクロなんてもう会話になんない。そうだよな。怖いって。怖いってザクロは。怖いって。ずっと自由帳の端っこにガリガリの女の絵が。そうそうそう。怖い。目玉とか書いてる。なんでよ。なんでだよ。怖いって。優しいやつなのよ。優しくない。そうなの。ザクロとちょっと二言ぐらいしか話さずに終わる気するが、うん、そうだね。二言ぐらいしか喋ってなくて、卒業したらめちゃめちゃ事件を起こしてた。そう、喋んなくてよかった。うわ、そういうの、そこまでいっちゃう。そう、そこまで聞かれるわ、どういう子でしたかなんて。いやいやいや、机の中にめっちゃ彫刻刀いっぱい入ってザクロって。私が止めるザクロ。そういう感じ。そういう感じに持ってんの、もう危険な感じに。どういうやつ。ザクロは教室で殺人大百科を読んでる。そうでしょ。こっちじゃん。なんでそれの友達になるのかっていう。いや、本当は優しい子なのよ、ザクロ。本当に？そうなの。なんかエピソードあるザクロ。特別な自分になりたいって思ってるんですね。あ、まあまあまあ、それぐらいはね。でも1対1で話すと、うん、結構なんか恥ずかしいと耳赤くなるんだね、ザクロ君みたいな。あれ？女性？女性？女性？あ、そうだ。そういうこと。ごめん、ごめん。自分の立場はあんま考えてなかった。いや、そこは自由でしょ。まあまあ、自由。まあ、そうだ。全然自由。で、なんか、面白い本読んでんじゃん、ザクロ君とかに。なんか、どんなん読んでるの？ああ、マザコンだな、話して。からかい上手。からかい上手。え、おい、おい、ザクロよりお前の方が。なしにしてるだろ。ザクロなしにしてる。お前が高木さんだよ。そうやって私はザクロを変えたい。私によって。すごいやつだよ。自分だけがザクロを分かってるんだから。怖っ。じゃあザクロの着てる服とかコーディネートしてあげるんだ。あ、そう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 、ね、うん、いや、真っ黒い服しか持ってないお前じゃねえか。まあでもミステリアスではあるよね。まあね、硬い皮に阻まれて中がつぶつぶで種だらけ。すごいよ、アスファルトの上で砕けてる。ひねくれた人格なんですよ。本当にでもとんでもないこと考えてるっていうか、うん、気がついたらもう芸大行ってて、すごっ、とんでもない絵をこう、あー、すごい、出してる人とかかもしれない。それパターンもある。そしたら僕はもう昔からあの手のひら返して、手のひら返して、そっちに行く可能性もあるから、まあなんか話しては見たい感じなのかもね、ザクロ。なるほど、なるほど、ね、ちょっと心をあの開く自信はあんまりないかな。いや、心は開けます、私だったら。何を思うの？それで開く。もうそれでザクロバカ。それザクロ、もういけない。バカバカバカ。気色悪い。気持ち悪い。ザクロ。すごいね。これですよ。まあ、こういう欲望を話してもいいわけですよね。なるほどね。みたいにね。じゃあ、加藤、フルーツがちょっとね。僕ね、まず食わないんで。食わないです。加藤くんの友達ってのはよく気になるね。じゃあ、僕聞きます。はい。みかんです。おー、ストレート。みかん。みかん。みかん。はい。わかる。これはいいね。わかる。これはもう、中上ぐらい。中の上ぐらい。みかん。はい、みかんが。そうね。でも、子供もいますね、多分ね。子供も？今。もう今の。今の。大人になってからの大人になってからの、いるだろうね。みんな結構、なぜか昭和の時代、学生時代、学生時代、僕は今だと思ってます。まあ、みかんぐらいのやっぱりね、話を聞いてるのがちょうどいいんですよ、多分。まあ、そうかもね。いや、みかんはちょうどいいね。そうそう。みかん家遠いってことありえないからね。みかん絶対家近い。みかんね、いろいろ知ってるんですよ、本当に。あ、知ってる。お前、本当いろいろ知ってんなって言います、僕だから。え、趣味なんなんですか、みかんの趣味。みかんの趣味は、結構本格的なゲームです。あー、結構ちゃんとやってる。あ、もう格ゲーとか、格ゲーとか、タイタンフォール、タイタンフォール、 SPS 系とかを結構がっつりやってます。
あー、洋芸とかも割とかじるタイプ。お前こんなやんだなっていつも思ってる。素振り見せないけど。尊敬してんじゃん。あんまイメージないかも。イメージないけど、ね、洋芸のイメージないわ。洋芸ない。なるほどね。外国の人とずっと話してるって言ってるんですよ。すごい。何でもできるよ。すごい。確かに経験豊富そうというか、いろいろ絶対もうね経験してきてるからね。職歴とかもなんか結構いろいろ。あー、理想。いろいろ経験して仕事してるかもしれない。思われてるってこと？時間だけに。あらら、そういうことでございますね。しまっちゃった。そう、わかる。来やすいんだけど、うん、なんか割とすごい深いところにも行けそうな。もういるみたいな。確かに。どうやってそんな風になれるのかよくわかんねえなってやつですね。あ、みかんね。みかん、優秀な。呼ぶと大体予定空いてそうな感じも。空いてるし、来てくれそう。開けるって言うんですよね、こいつ。いやだ、大丈夫って言うけど、開ける全然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 動かせるやつあるから。確かに、なんかあんまりこう自分の苦しみとかを表に出さない。そう、確かに。そう、帰る時もスッて帰りそうだな。あ、長くいない感じがしそう。なんかスッと帰る、スッて帰るかも。うん、心配なんだよな。でもミカって本当気丈にさ振る舞ってくれてるんだけど、うん、ひっくり返したら腐ってる可能性あるじゃないですか。確かに。あれね、緑の誰かが就職して10年とか経ったらもう全然違う人になってるかも。ああ、でもあれどうなんだろうな、うん、外見はめっちゃ変わってるけど、うん、あったらあんま変わってないっていう。あ、そっちも。そっちも。なるほど ね、 ね、ちょっと LINE してあげて。確かにね。いやいや、LINE は、いや来るんですよ、みかんは。えー、豆、向こうから来る。向こうから来るんで。あ、本当無視しちゃうとごめんねっていう。1ヶ月ぐらい前のやつ、そういえば返してないやつ。傷ついてるかもよ、みかん。返してあげた方がいいかもしれないね、みかんは。みかんはいいやつだね。原宿さんは？確かに。原宿さんの知り合いは、ね、一番考えてる人間ですからね。割ともう考えちゃってるんで、はいはい、結構もうみんなびっくりするかもしれないけど、お、深いところまで。まあ、ちょっと、本当に、まあ、これを出したっていう意味をちょっとよく考えてほしい。はい、はい、ほう、はい、ドラゴンフルーツ。ない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 。ふざけどうしたよ。ふざけなってるやつね。こうなる。ドラゴンフルーツと友達ってすごいよ。いやすごいけどさ、見た目はすごいけどね。異国の転校生だから、ね、うん、言語が通じない。留学生でしょ、まず。そう、留学生。まずドラゴンフルーツと友達だったらまず、うん、あのフェス顔パスはまずついてくる。なんで？まず理由は？まずなんかわかんないけどバックステージ行けてるみたいな。業界の人なんだこいつは。クルリを見れるってこと。なんかわかんないけど、なんかすごいらしいっていう。これは大人になってからの友達。大人になってからだ。あ、だったら分かる。もう学生時代はまず。学生時代の話。てか学生時代こいついないですから。あ、自分と同じ学校には。大人になってからなんかの表紙にこう妙になんか付き合うようになって。ドラゴンフルーツ。大人になってからのドラゴンフルーツはすごいわ。すごいよ。なんかあんまりこうすげえ接近するのもあれなんだけど、でもなんか友達であることにちょっとこう自分も気持ちよさは感じてしまっているっていう。クソサブカルで。まあ確かにね。ドラゴンフルーツはやっぱりちょっと会ってみたいなっていう。まあ確かに会ってみたくはね。本来夢の話ですから。うん、まあ僕も普通で言えば本当にバナナとかさ、うん、そういうことになっちゃうんですけど、夢を語っていいならドラゴンフルーツ。友達になりたいだから、ね、会いたいタレントみたいになってきてる気がする。まあちょっとそうかもね。親友となれるかっていうね、そもそもドラゴンフルーツと今あって、うん、まあ、ちょっとこれ憧れも入ってんのかもしれない、まあ、ね。俺がちょっと友達になれないのはやっぱグレープフルーツ。え、あ、そうなのかな。グレープフルーツなんですけど、なんかちょっと明るすぎて、あーあー、色味が、ね、明る、太陽がちょっと入りすぎちゃってるかな、まあね、眩しい、うん、なるほど。あとキウイもちょっとフットサルとかやってそうでやだね。キウイのコーナー嫌です、ね、足細そうだね。ちょっと小尺ですよ。なんか小尺な感じするんだよな。イチゴは、あ、イチゴね、イチゴ、はい、今考えます。イチゴか。ないない。考えたこともなかった。友達になるなんて思ってもなかった。ここまではちょっと友達だったんですけど、はい、恋人も。ああ。恋人。なるほどね。すいません、ちょっとデリケートなところに行っちゃいますけども。
まあ今の考え方でいいわけですね。ちょっと恋人も聞いていいですか、皆さんの。恋人にしたいフルーツってどうでしょう、皆さん。これはもう日々考えてると思いますけど。そうだね、このことばっかから考えてるの。そうでしょう、もうズバリとね。リアレンドちょっと恥ずかしいかもな、これ。恥ずかしいな。まあね、まあちょっとこれデジタルタトゥーとして残ってしまう。そんなに中心な、完全なデジタルタトゥーとして。じゃあ、はい、決まりましたか皆さん。はい。じゃあちょっと聞いちゃっていいのかな、こんなアルファ君にこんなことを。いいの？まずいかも。まずいかもしれないけども。恥ずかしいんですけど。恥ずかしいかもしれないけども。これ出させてもらいます、ね。恋人にしたいフルーツ。うん、本当に付き合いたいのは、はい、ない。あーあー一番。すいません。これちょっともう恐れていた。すごいな。いや、これちょっと一番なんか嫌かも。クラスのマドンナライチちゃんと僕は一番好きになりたい。そんな王道みたいな感じでもなんかライチなら自分にも扱えるんじゃ、サークルの姫だ。違う、ライチ出すやつが一番ヤバいと思う。違うちょっとないでしょ。おい、ほらほら、ふざけんなよ。ああ見つかった。ライチならいけると思ってんじゃねえよ。ふざけんなよ。説明したいですか。同じサークルじゃん。違う嫌なおい。違う、ライチちゃんのこと悪く言うな。悪く言ってない。悪くとか。何知ってた、ライチちゃんの。なんかな、あのね、あの熱い皮、まずまあね、皮熱いなと思って近寄りがたかったんですけど、皮むいたらプルンプルンじゃないですか。正しい違う違う、ない言い方、言い方やらしい。心の話、なんか心の嫌なのよ、ライチと付き合えると思ってるやつ。やだよな。あとあの最近ね、あのライチのジュースとか出てきてとかね、なんか親しみやすくなって、塩とかね、そうそう、なんか優しくしてくれたんで。ほら、もうすぐじゃん、すぐじゃん。恐れ山もなんか、いや、ライチってやっぱちょっとね、周りから見るとなんか得体が知れないというか、そうそう、中身なのかわからない。しぎちゃんみたいなね、静かなね。私の前だと結構本音で喋ってる。みんなにやってんの。みんなどうなの？ライチはみんなにそれをやってんの。ライチが悪いわけじゃないんだけど、そうなの？俺にも優しくしてる。そうなの？だから。マジかよ。だって飲み会の時乾杯してくれたもん俺に。いやみんなするだろそれ。すごいね。漫画貸してくれたもん。え、俺にも貸してくれた。いや、また話してる。同じ話してる。同じ漫画だろ、おやすみぷんぷん。そうなの？それだけ。俺、デッドデッドデッド。あれ、あの勢いは。読んでそうだなぁ。図書館から。読んでそうだなぁ。大丈夫これ。匿名ラジオ。ちょっと本当、クラッシャー。やばいかも。本当にやばいかも。やばいやばいな。いや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 。いや、まあまあでもね、そうですよ、気持ちは。私にはザクロがいるんで大丈夫です。こいつやばすぎる。怖いな、怖い。そっちに戻るのも怖い。すごいね。いや、まあ可愛いとは思うよ。そうよ、それはそうだ。そうだ、そういうタイプの子もね、もちろんいいですけど、いいですよ、それは。ちょっとすごかったね。すごいね。何のすごくもないよね。こんなラジオだった。普通で。でも、ある意味、もうぴったりかもしれない。確かに。そうでしょ。運命ラジオって世界観に。恋のライバルでもあると思う。いけねえぞ。いいわな。素敵な話や。はい。うん。加藤くんの。僕、もう夢ですから、こんなの。いや、まあいいですよ。もうね、ちゃんと言った方がいいですよ。そうでいいですよ。桃。おいおいおい、エロ、お前こいつエロ、ヤリモクじゃねえか。ドスケベイじゃん。桃入ってすごいね。行かないと、もう桃いったか。これで桃出せるのは大したもんですよ。こういう感じでさっぱりしてるとかっていうよりはちょっとこう桃を沸かしてたりとか、ねっとりしてるよね。そうそうそう。まあ痩せてるっていうよりはふくよかなイメージがある。肉感的な。それが桃。鼻の下のしちゃう。すごいね、素晴らし
性がよく例えられることでおなじみ。いや、確かに。確かにそうだけど。偉い、偉いと。これぐらいで。人生もあったのかなってね。思うぐらい言ってください、皆さん。目撃されてほしいな、どっかで。桃がいた。桃と。桃とあるな。夢あるな。桃持ってある。夢あるな。もう向いてるのはいいな。これは大したもん。桃ですよ、やっぱり。なるほどね。素晴らしい。夢ですから。びっくり。はい。じゃあ、長田さん。はい。僕はもうこうですね。グレープフルーツ。あららららららこうなんです。これはちょっと俺、なかったかも。なかったですか。想定外。天真爛漫ってこと？そう思うじゃん。そこもある。でもグレープフルーツって、実は苦えし。まあちょっとね。酸っぱいのよ。まあね、甘さよりそんなに甘くないじゃん。あ、そうまあまあまあ言うたら、もっと言うならうまくないから。そんなことだね。なんでじゃあ、いやでもだからそういう明るいっていうのはある。明るいっていうのはあるし、でもやっぱその例えばグレープフルーツサワーだったりとか、グレープフルーツジュースとかもそうだけど、いろんなやっぱさ側面があって、それだけじゃない、この見た目とかその最初の印象だけじゃなくて、明るくて、あ、なんか、楽しそうな、いい子だな、社交的な感じかな、みたいな。実はちょっと影もあるし、なんかちょっと苦い感じもあるし、あれちょっと知ってくうちにどんどん、ハマってきてる。奥行きが。苦味もとか酸味も含めて、一人の女性として、グレープフルーツが好きです。好きまで言って。っていう。方になっていくと。確かに。お酒も飲むでしょ、多分。そう、お酒も大好きだし、ね。あー、めっちゃ飲みそう。ね、めっちゃ飲みそうだし、仕事もできそうだな。そうそうそう、体でかいんじゃない。ちょっとガッチリ身長176女の子の中で大きめの、なんかそういうのでスポーツやってたんでしょうとか、確かにやってそう言われがちだけど、まあ実はちょっと内面はそんなね、みんなからそう思われてるっていうのを演じもいつつ、はいはい、そういうところも含めてやっぱね、グレープフルーツいいなって、基本明るいっていうのはあるし、安定感もあるし、楽しんでる、ちょっとマニアックな趣味も持ってたんで。なるほどね。いや、しっかりしてそうだもんな。うん、いや、安定感あるね。ちょっとちゃんとやっぱお付き合いしたい、いや結婚を視野にお付き合いしたい。あ、わかる、そうだね、しっかりとね。これは本気だわ。ちょっと文句言えないかもな、本気すぎ。こっちは大地にもてあそばれる。いや、もてあそばれてんのお前だけ。見にくい、見にくい。もこれは確かにしっかりしてるわ。じゃあ私なんですが、はい、まあ、これもちょっとね、考えました。まあなんだろう、ちょっと最初ちょっと、はい、えって思うかもしれないけど、あれはやっぱ噛み締めていくと、やっぱりどんどん良さが出てくるという意味で、はい、イチジク。マジ？え、いちじく？大人ですね。大人だね。いちじく。十でしょ。すね。すごいじゃん。ここにほくろある。あってもいいじゃない。じゃん。あってもいいじゃない。いちじく。いちじく。もう熟熟じゃん。熟熟じゃん。不倫？いや、まあ。確かに。昼ドラ。昼ドラ？いちじく。ね、なんかそっちが出てきちゃうけど、やっぱなんかイチジクってこう自分からこう手を伸ばしていかないとつかめないような、なんか味わい、普段食べないし、ちょっとちょっと食べてもあれ、これなんでこれ美味しいんだっけみたいな、はいはいはい、でもなんかこう自分からこれを理解しよう理解しようとしていくと、読み切れない本のような情報量、何ページもバーンってこうめくれていくような、だからうわなんかちょっとすごいかもみたいな、こうどん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 深みにはまっていくような、そういう良さがあるんじゃないか。一冊ロマンポルス。そういうね、あでやかな、ね、そんな感じですよね。いちじくの実をつるこの話が終わんなそうな感じみたいなのがあるんだよな、イチジクって。あ、もう3時間も話してるみたいな感覚になりそうで、ちょっとこの助けなきゃみたいな感じもありません。あ、自分から行かなきゃいけない、なんかわかるかも、俺が行かなきゃみたいな。そうだ、こっちから手を伸ばさないと。確かにね、なんかちょっとね、やばいな。ちょっと原宿さんやばいっすね。魔性になり狂わされたい欲みたいな。魔性なのかな。魔性でしょう。いや、魔性ですよ。えぐい垂れ目が、えぐい釣り目ですよ。イチジクは。あの垂れ目でしょうね。えぐい垂れ目側。絶対喪服は似合いそうだ。いやいやいや。そういうこと、そういうことよ。
ロマンポルノ。そこだけははっきりと。幸の薄さがね、美しい感じの。家に行ったらあれでしょ、柿の写真が立ってて。誰あ夫の柿を。夫の柿です。隠しました、ね。すごいな、柿。いや、でも出ますね、これね。まあ、これは出たな。こっちは出たね。ね、出すぎ。あ、出てるね。あ、出てるわ、これ。やば。確かになんか出てる。このサムネ怖いだろうな。ちょっとだけでも希少すぎないから大丈夫かな。ただ果物の名前出してるだけだけ。いや、わかるよこれテーマ。わかる。テーマはバレちゃうよこれ。バレるかな。バレるバレる。逆引きで。恐れ山とアルファが被ってるっていうのがヒントでは。なのかも。怖くなってきちゃった。いやすごいね。はい、というわけで、友達にしたいフルーツ、恋人にしたいフルーツと聞いてきましたけども、はい、次回は上司編という。上司にしたいフルーツ。舞台をオフィスに移して。もっとフルーツを上司編に持ちたいと思ったことないんだけど、一度もないわ。もしかしたらまだまだ続くかもしれませんので、はい、皆さんもぜひ考えてみてください。コメント欄で教えてね。ありがとう。